皆様こんにちは。山の常識は世間の非常識。ゆっくり霊夢です。そしてその逆もまたしかり、ゆっくりマリサです。今回の動画は2021年に発生した猿ヶ岳遭難事故の概要について紹介していくよ。猿といえば、食材の水気を切るための道具が思い浮かぶが、チェックが適当で隙だらけの様子を猿と表現することもあるな。冒頭のテロップがおかしなことになっているのは、私の目が猿だからではないと断りを入れたところで、猿ヶ岳は山梨と静岡の県境に位置する標高2629メートルの山でね、日本200名山及び山梨100名山に指定されていて、山名の由来は猿を伏せたような形にちなんでいると言われているよ。単純に見たまんま名付けただけで特に深い意味はないって感じか。日本200名山に選ばれていることからそれなりに知名度は高い気がする。肩書きとしては結構なものを持っているんだけど、人気のほどはいまいちでね。猿ヶ岳に至る道のりは非常に長く、最も一般的な追平からの登山道でも往復17時間ほどかかる行程となっていて、そのくせ道中に山小屋は存在せず、転倒活合にも標高差2000メートルの急登がきつすぎるなど、登山者泣かせも甚だしい山として有名なんだ。コースが長いのはともかくとして、途中に宿泊施設がないのは死活問題だな。登山初心者の私には、標高差2000メートルの急登がいまいちピンとこないが、その昔、日本百名山の生みの親である深田久弥がこの山を訪れた時、一緒に登っていた荷物持ちの人があまりのきつさに途中で逃げ出し、登頂を諦めざるを得なくなったという逸話が残されているよ。荷上げを任された人ですらさじを投げ出すほどの登山道とはいかばかりのものか。とりあえず日本百名山の人は泣いていい。あんなヘナチョコボッカを採用した己のザルっぷりを嘆きつつ、今回の事故について簡単に説明すると、当時41歳だった男性が単独でザルヶ岳に入山したところ、下山途中で何らかのトラブルに巻き込まれ、そのまま行方不明になってしまった事故でね。彼はもともと山登りが好きで、登山道をマラソン感覚で走り抜けるトレイルランという競技にハマっていたみたいで、通常なら一泊を要する猿ヶ岳もトレランのペースで登れば日帰りで行けると、来たる登山日に向けて日々トレーニングに励んでいたらしいよ。登山自体比較的激しいスポーツだと言われているが、そのさらに上を行くトレイルランとか、想像すらできないな。ひとまず今から事故の概要を時系列で説明しつつ、月を見て猿ヶ岳の雑学、及びマリサの知らないトレイルランの世界について紹介していくのでよろしく。冒頭で私の名前をマリサ・デラックスにしていたのは、このための布石だったと。初っ端の伏線回収を華麗に決めたところで、登山前日の行動から説明していくね。時は遡って2021年の5月4日、静岡県在住の M さんは、夜0時に藤枝市の自宅を出発し、追平の登山駐車場に向けて車を走らせた。今回の参考計画について軽く補足をすると、登山口から奥沢谷の最終途上点までは、普通の登山装備で通過し、そこから山頂まではトレイルランの装備に切り替え、さっと登って素早く下山する予定だったみたいでね。通常17時間ほどかかる行程を8時間から9時間ほどで往復するつもりだったらしいよ。標準タイムで丸1日かかるロングルートを会社の定時とほぼ同じ時間で突破するとか、早いってレベルじゃないと思うんだが、一般的にトレイルランナーを名乗る人たちは通常のコースタイムを 3,4 割まで短縮することができるみたいで、普通の登山者目線で彼らを測ろうとしても、その実力は知り得ないのでご注意を。規格外のスピードで山を駆け抜けるトレイルランナーは、登山者とは住む世界が違うって感じか。早いのは結構なことだが、それはきちんと整備された登山道の話で、足場の悪い岩場や歩きにくい笹藪の中では、彼らも普段のペースを維持できない気がする。ふっふっふ、その通りだよマリサ。トレイルランを行うに際し、悪路難路の少ない道を選ぶのは基本中の基本でね。今回の場合だと、M さんが通常の装備で通過した区間は、沢を横切る途上点が何箇所も出てくるため、スピード登山には不向きなんだ。途中で登り方を切り替えるテクニカルな動きは、これが原因だったんだな。トレイルランに挑むならなるべくよく踏み鳴らされた、誰でも歩ける登山道を選ぶのがベストか。人通りが多いと、すれ違った時にぶつかる可能性が高くなるから、あまりおすすめしないことを補足しつつ、高速を降りて真っ暗な山の中を走ることに時間、M さんは登山口の追平駐車場に到着した。
その後3時間ほど仮眠をとって、5時前後に登山の準備をすると、父親に電話で一報を入れてから登山を開始したんだ。出発前に一眠りして体調を整えておけば、最高のスタートが切れそうだな。ちなみに私は予定よりも早く登山口に着いた場合、即出発速攻登り始めるのが癖になっているんだけど、長時間運転と睡眠不足がたたって、あっという間にバテるのがお決まりとなっているんだ。お前も M さんを見習って、少しでもいいから仮眠を取ったらどうだ。一昔前に30分の仮眠が3時間に膨れ上がり、左遷が決まった私のトラウマが蘇る。今の登山スタイルになったのは、社会人失格の烙印を押されたことが原因だったと。以降饅頭の世界に引きこもるようになったことはさておき、追い平から林道を進んでいくと、やがて奥沢谷を流れる沢沿いの登山道が始まり、図書店が何度も行く手を遮った。この時彼は足の上までしっかりと覆ったハイカットの登山靴に加え、使い捨てのシューズカバーを用いて足元の浸水を防いでいたみたいだよ。二段構えの対策を講じていたことから、この区間をかなり警戒していたことが伺えるな。基本的にハイカットの登山靴があれば、大方の状況には対応できるんだけど、シューズカバーを被せておけば盤石でね。使い捨てタイプの他に、洗って使い回せるものもあるから、どちらかをザックに忍ばせておけば安心だと思うよ。沢を歩く時だけでなく、深い雪の中を歩く時や雨天に見舞われた場合も使えそうだから、使いどころは割と多い気がする。まあぶっちゃけほとんど使わないから、特に理由がなければ使い捨てタイプのもので十分かと。いざとなったらゴミ袋にも使えるし、何より洗うのがめんどくさいしね。それを言われちゃ身も蓋もないが、もう少し道具に愛着を持った方がいいと思うぞ。食を願わば器物、ということわざもあるし。私の場合何でも手づかみで食べるので大丈夫です。物草饅頭。正確には引きこもり物草饅頭と訂正したところで、7時前後に最終図書店を突破した M さんは、近くの河原でトレラン用の装備を取り出し、登山後半戦に向けて準備を開始した。服装は動きやすさを重視して、半袖の T シャツと短パンに着替えつつ、登山靴は軽さと安定感を両立したミドルカットのものに履き替えてね。とりわけハイドレーションシステムを導入したことで、時間の節約を図ったのは大きかったと思うよ。ハイドレーションシステム、名前の響きから察するに、水と関係がありそうだな。ハイドレーションとは水筒に取り付けた吸引チューブから水分を補給することのできる給水スタイルのことでね。チューブを吸えば簡単に水を飲めるため、スピード登山を重視するトレイルランナーにとっては必需品と言っても過言ではない重要アイテムなんだ。喉が渇いた時、立ち止まって水筒を取り出す手間が省けるとすれば、便利なことこの上ないのではなかろうか。実際に私が Amazon で購入した道具一式を使ってみたところ、これがなかなか快適でね。ぬくぬくとこたつに浸かりながらネットサーフィンをする横で、好きなジュースを詰め合わせたハイドレーションを転がしておけば、最高のドリンクサーバーになるんだ。本来の用途とは全然違うが、ちょっとやってみたい気はする。かくして私はこの夢のようなセットを完成させ、引きこもり物草ライフを満喫していたんだけど、数日後にジュースを飲んだら変な味がして、タンクを開けて調べてみたところ、なんと中にカビが生えていたんだ。便利な道具ではあるが、こまめなメンテナンスが求められるがゆえに、お前には使いこなせなかったと。なおこの話は、手入れを怠ったハイドレーションがどうなるかを視聴者様にお伝えするために、あえてわざとやったことなのであしからず。本当は、引きこもり物草生活にかまけて、メンテなど完全にどうでもよくなりました。素直でよろしい。カビに気づいた後、一週間ほど体調不良になったことはさておき、M さんが身支度を整えると、最終図書店から鬼のような急登を登っていき、8時半頃にヒノキ横手山に到着した。この山は標高2021メートルと、事故当時の西暦と数値が一致していたため、縁起のいい山として注目される可能性があったんだけど、あまりにもマイナーすぎて見向きすらされなかったという、悲しい過去があるんだ。せっかく訪れた千載一遇のチャンスも、知名度ゼロでは全く活かすことができなかったと、ヒノキ横手山涙目である。ヒノキ横手山の明日はどっちだと思いつつ、ここから布引山の区間も、ひたすら容赦のない急登が続いているんだけど、登山道が次第に荒れ始め、一部切り崩れた場所も出てくるため、慎重に進んでいく必要があるんだ。危険度の高い悪路だけに、一歩ずつ確実に登るのがベストだと思うが、スピード登山を重視する M さんにとっては、人難儀な話か。
歩きにくい登山道に苦戦しながらも、M さんは布引山を突破し、山頂まであと一歩のところまでたどり着いた。布引山から猿ヶ岳の区間は、一度150メートルほど下った後、再度同じ標高差を登り返すんだけど、これがなかなかきつくてね、どうして登ったり降りたりしなければいけないのかと、不平不満を爆発させること受け合いだよ。その発言、登山そのものを全否定してるような気がするんだが、冷静に考えたらそうだと思いつつ、M さんは最後の急登を駆け上がると、十字ジェストに猿ヶ岳の頂上に到着した。山頂からの眺めは素晴らしく、360度のパノラマが広がっていてね。東に富士山、北に日本第二の高峰である北岳、西に私の好きな山である聖岳、そして南には今まで歩んできた登山道と布引山の姿を一望できるんだ。幾多の急登と難路を越え、山頂を踏んだ時の感動は、並々ならぬものがありそうだな。片道に要した時間はだいたい4時間半といったところだが、標準タイムと比べるとかなり早いんじゃないのか。山と高原によると、片道9時間半以上かかるらしいから、一般的な登山者の約半分ほどのペースだったと思うよ。もっとも、途中と焦点や悪路難路がなければ、実際はもっと早かったんだと思うけど、登山初心者の私でも、M さんのペースがバグっていたことは容易に想像できるぞ。このタイムが本当かどうかは、少し疑わしいところだが、彼の所持していた GPS 付きの腕時計に残されていた記録だと言ったら、M さんって人間だよね。トレイルランナーは宇宙人だと思っていた時期が、私にもあったことはさておき、山頂からの絶景を堪能した M さんは、北道をたどって下山を開始した。帰り道は布引山まで行けば下り一辺倒になるから、そこまで時間はかからないはずなんだけど、夕方になっても彼の父親に連絡が来ることはなく、この日お境に行方がわからなくなってしまったんだ。仮に山頂で1時間休憩して、下りに4時間ほどかかったとすれば、下山時刻はだいたい3時くらいが妥当か。入山前に一歩を入れていたから、無事下山できていればその旨も報告するのが自然な流れだと思うが、俊足のトレイルランナーの身に一体何があったのだろうか。今までの M さんの行動は、彼が身につけていた時計から予測できたんだけど、以降何が起こったかは神のみぞ知るところでね。ひとまず今から雰囲気を出すために、一旦 BGM を変えて説明していくよ。それではミュージックスタート。ミュージック。M さんが猿ヶ岳にアタックした日は、絶好の登山日和となって、日中は晴れ間の広がる好天に恵まれたんだけど、夜になると天気が崩れ始め、雨がパラパラと降り出し、次第に雨足が強まっていったみたいだよ。仮に山で一夜を過ごすとして、果たしてトレイルラン用の軽装だけで耐え忍ぶことはできるのだろうか。トレランの装備については、基本的なものを除くと、雨具と補給食と携帯電話の3つが必須級の持ち物と言われていてね。優先度の高いものとしては、地図やコンパス、ファーストエイドキットやヘッドランプなどがあるんだけど、野宿することは想定していないから、マッチやライターなどの柿、そして非常用テントのフェルトを持つことはほぼないんだ。彼の服装が半袖短パンだったことを考えると、山の中で雨風をしのぐのはかなり厳しそうだな。最終途上点に置いてある登山装備まで行き着いていれば、話は別だが、ひとまず今は一刻も早く、雨が止むことを祈るしかないのか。今回の悪天候は、前線を伴う日本海低気圧が、本州を通過したことによってもたらされたものでね。春になると時折見られるこの気圧配置は、寒冷前線が通り過ぎると一気に気温が下がって、山では大雪に見舞われることもあるらしいよ。低気圧が日本海上にあるときは、雪解けの時期から一変して冬に逆戻りすることもあるから、山に行くときは注意した方が良さそうだな。余談だけど本州の南方を通過する南岸低気圧は、太平洋側の地域に悪天候をもたらすことが知られていてね。日本海低気圧と同時に発生すると、二つ玉気団と呼ばれる状態となって、全国で大荒れの天気に見舞われるんだ。片方だけでも厄介なのに、二つ同時に発生しようものなら、悪天候がさらに加速しそうな気がする。そしてこの二つ玉気団がうまいこと融合すると、さらに上のステージである、爆弾低気圧に変化する可能性があってね。台風に匹敵する破壊力を持つことから、冬の台風と呼ばれて恐れられているんだ。夏の風物詩である台風が、冬にも押し寄せてくるとかどんな嫌がらせだし。例えるなら毎年夏恒例の社員旅行が冬にも催されるようになった感じだね。
これは人によって好みが分かれる気がする。窓際族とかした私には、肩身の狭すぎる仕打ちだと思いつつ、大雨の一夜が明けて迎えた5月5日、息子からの連絡がないことを不審に感じた M さん父は、警察に電話をした。しかしこの日は全国的に大雨となり、北アルプスでは猛吹雪に見舞われるところもあったみたいでね。早い段階で遭難の情報は伝わっていたんだけど、この日の捜索は困難を極めたことが想像できるよ。遭難時の状況は定かではないが、トレラン時の軽装のままで事故に巻き込まれたとすれば、時間的な余裕はほとんどなさそうだな。今はゴールデンウィークの真っただ中だから、長期休暇を利用して山に行った人たちは皆、この悪天候に苦しめられた気がする。この時期は M さんに限らず、各地の至る山で遭難が相次いだことが知られていてね。彼が行方不明になった日に、槍ヶ岳で吹雪が発生して3人死亡した事故や、谷川岳で警察官の男女2人がお亡くなりになった事故は、ニュースで大々的に放送されていたよ。日本海低気圧がもたらした悪天候は、全国で想像以上の影響を与えたみたいだな。天気予報を見れば状況を把握できたと思うが、それを知ってもなお、山に行きたかったのだろうか。当時はちょうどコロナの第4波が襲来していて、全国で外出を規制する動きがあったらしく、外に出てストレスを発散できない鬱憤を山に登って晴らそうとする人がたくさんいたんだと思うよ。現に私も5月3日に南アルプスの大無限山という山に登っていたしね。感染拡大を防止したことで遭難が広まってしまうとは、なんとも皮肉な話だが、これを機に登山に熱中する人が増えたと考えれば、悪いことばかりではないのかな。ちなみにこちらの動画では、その時の参考記録を、そしてこちらの動画では、過去にこの山で発生した道迷い事故について紹介しているので、まだ見ていない方はぜひ見てみてください。余談ですが大無限山は、ザルガタケ同様日帰りの難しい山として知られていて、実際に私が登った時には、往復13時間超えの行程となり、本気で命の危険を感じました。登山初心者の私には、お前や M さんの気持ちなんてわからないが、もっと手軽で登りやすそうな山はたくさんあるはずなのに、なぜあえて厳しい山に行こうとするのだろうか。なぜ厳しい山に行くのか、愚問だねマリサ。そこに厳しい山があるからに決まっているじゃないか。理由になっているようで理由になっていない、とある有名登山家の名言。登って降りるを繰り返すだけの登山に理由を求めてはいけないと思いつつ、M さんの捜索を始めた警察は、最終途上点に取り残された荷物を発見したんだけど、彼の手がかりをつかむことはできなくてね。捜索活動は難航し、M さん失踪からちょうど1週間が経過した5月11日、山頂から4キロほど離れた山林内で、M さんが帰らぬ人となって発見されたんだ。ああ、遭難の役日となったゴールデンウィークに、彼もまたその犠牲者となってしまったか、おそらく下山中に道に迷ったか、あるいは事故に遭って怪我をしてしまったのかもしれないな。M さんが発見された場所は、距離的にヒノキ横手山から布引山の間くらいになるんだけど、この区間は先ほど言った通り踏み跡が不明瞭で、ところどころ切り崩れた場所もあることから、おそらく下山中に足を踏み外して転倒し、そのまま行動不能に陥ってしまったのではないかと、私は思っているよ。事故現場の状況を考えると、その説は大いにあり得ると思うぞ。標準タイムの半分以下で駆け抜ける異様なタフさがあれば、仮に道に迷ったとしてもなんとかなりそうだし。警視庁が公表している統計データによると、遭難の原因で最も多いのが道迷いで、2、3位に転倒か滑落がランクインするのが、例年通りの流れとなっていてね。道迷いだけならまだしも、転倒や滑落によって行動不能に陥ってしまうと、どんな屈強な登山家でもリカバリーは難しいと思うよ。そう、たとえそれがトレイルランの猛者だったとしてもね、人間らしからぬ異様な俊足を誇る M さんも、例外ではなかったと。最終的には残念な結果になってしまったが、今回の事故を通じて、私の知らないトレイルランの世界を垣間見ることができたぞ。これで今日紹介したいことは大体説明できたかな。それでは最後に、今回の事故のポイントを3つ紹介して、動画を締めたいと思います。まず1つ目、前線を伴う日本海低気圧は、冬型の天候を呼び込む。春の時期によく見られるらしいから、ゴールデンウィークに山へ行くときは意識しておいて損はない気がする。もしも太平洋側に悪天候をもたらす南岸低気圧と同時に発生した場合、二つ玉気団、さらには爆弾低気圧に成長することもあるから、外出は厳禁だな。そして2つ目、トレイルランナーの力を登山者の尺度で測ることはできない。本来なら片道9時間以上かかる工程を4時間半で突破していたことから、桁違いのスタミナと瞬発力を
持っていることが伺えるぞ。トレイルランナーと登山者の力量はドラゴンボールの戦闘力に置き換えると悟空とクリリンぐらい差がある気がする。まあ彼は地球人ではなく戦闘民族サイヤ人ゆえに自力が違うけど、トレイルランナーの人たちもどこかの惑星からやってきた登山民族の可能性があったりして、彼らの異常な登攀能力は宇宙人呼ばわりされても致し方ないと思いつつ、最後に三つ目、トレランは通常の登山よりも軽装であるため、事故に巻き込まれた時の危険度が大きい。通常の登山者よりも持っていくものを絞るから、緊急時の備えも手薄になるのは当然だと思うが、それを承知でスピード登山に挑む姿は、まるで神風特攻隊みたいだな。勇ましく思えるトレイルランナーも、致命的な脆さを併せ持つ。このことを身をもって教えてくれた M さんのご冥福をお祈りしたところで、今回の事故で学んだ内容を明日からの登山に少しでも活かしていただければ幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。当チャンネルでは山に関する様々な動画を上げていますので、よかったらそちらも見ていってください。皆様のコメントを参考により良い動画作りをしていきたいので、何か書き込んでいただけると大変助かります。それともし動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録・高評価もお願いします。